はい、今回こちらプレーン2なんですけどね、シングルモンクストラップのプレーン2なんですが、このまあ一見綺麗なんですけど、このつま先部分にこのピロンとしたささくれがございます。これがワックスとか綺麗に磨くと気になるということで、今回はこの傷補修をしていきたいと思います。このささくれがね、あるので、これを利用して上手に直していきたいと思います。これ以外は本当綺麗。よし、それではまずこのささくれをひっつけていきましょう。こちらノーテープに、ちょっとした爪楊枝とか、そういうこれ釘なんですけど、細いものにボンドをつけていきます。昨日もちょっとお客様とお話ししたんですけど、このささくれがあるとないとだともうだいぶ違うので、スタートがね、ささくれがあるととりあえず穴ぼこにならないですよね。こちら側につけてくださいね。でこのボンつけたボンドの厚みがどうしても出るので、それを削っていくって感じですかね。で何でもいいんですけど、ギュッとつけていきます。もう時間ない方はこれだけでもいいかもしれないです。こういう状況ですね。でもどうしてもここのささくれがペッとめくれて上がってた、この三角の山の部分が、これがどうしても出てきてしまうので、ここをきれいにしていきたい。でもなんか別にこれがあっても味といえば味ですね。よし、ここね、こんなドアップでやるとちょっと自信ないですね。触ってもらうと、フューッと触るとやっぱり硬くなってるっていうのと、あとはカットの方ですけど、こういう部分、今ささくれがピローンってなってたんで、ここがやっぱり隙間ができるっていう状態ですね。この部分が隙間だ、それがそうですね、もうここは本当つま先の先って感じですね。ここが綺麗にできたらもうバッチグーなんですけど、ささくれが戻すだけでも綺麗ですので、この部分ね。はい、で今回は粉やすりとドコノールを使ってやっていきたいと思います。で400番ぐらいのこういうやすりがあれば、これも使っていきましょう。まあ基本的にはその加工動画とね、そんなに変わってないので。ただこれ結構ね、そんなに当たらなかったので、ちょっとこれボンド多いぐらいですね。で周りを、狭い傷でも思ったより広範囲でやってください。広範囲ってもそんなことない、これぐらいの範囲でやってください。でもっと簡単にやりたい人は、この今これが半乾きなんですよの状態で粉やすりを入れる、 あんまり直に触らないでくださいね、くっついちゃうんで。粉やすりの粉の成分をさっきのところに入れ込む。ちょっと今接着剤が多かったからこのやすりにくっついたな。どこが傷かわからん感じだ。こういう状態。どこでしょ？あ、ここだ。あ、これ肉眼よりこの携帯の方がわかりやすいですね。よし、これですごい綺麗とは言わないですけど、ある程度綺麗なところまで持ってけてると思います。ちょっと靴クリーム塗りますね。
しまった。茶色い歯ブラシに黒乗せちゃいました。まあこっちの話です。失礼しました。でブラッシングします。すげえ艶出るな。あ、ちょっとボンド多かったですね。ここがね、ボンドが多くて硬くなってますね、おそらく。ここをちょっと鳴らしたいんで。うん。ボンドが多いと白くなるので、そこにこういうスクリームが乗ると、ちょっとグレーっぽくなりますね。どうしようかな。戻れないから。もう一回粉ヤスリを使いますね。これはあのボンドのささくれを接着した時のボンドの硬さっていうか、そういう厚みが出たので、それを整えていきます。なるべくこういう一点集中しなくて、こういう風にやってもらうといいかなと思います。丸を描くとかね。あ、こっち側がちょっとこれが残ってるな。少し入れます。気持ちいい。さっき入れすぎたからこんなんでいいっす。おー、やだやだやだ。よし、ついちゃった場合はこうやって回してくださいね。取れますんで。ほっとくと固まっちゃうんですけど、瞬間接着剤もね、瞬間って言いながら何かこっちが行動しないとくっつかないので、瞬間には相手がいないとね。よし、じゃあもう一回クリーム塗っていきましょう。やっぱり一番最初の接着剤の量は多かったですね。皮が硬くなっちゃったけど、まあ十分じゃない。うわ、すごいツヤ出るな。なんでだろう。じゃ一回見てみましょう。こんな感じです。こう見てください。こう見るとあるから、これね、これなんですよ。ここまだちょっと線残ってますよね。でもどうでしょう、十分じゃないでしょうか。ささくれを貼っつけただけじゃなくて、そのささくれをメンテナンスするような感じですね。うん、これ靴のこの表面じゃなくて、このトゥーの本当に先端なので、まあ場所としてはちょっと分かりにくい場所だから良かったのかなっていう状態です。まあ、ささくれはね、絶対取らないで、必ずそのままにしてお持ち込みください。それでは、また。